こんにちは。みんな絵描いてる？絵描くの好き？いいね。お絵描き楽しいよね。おじちゃんはね、絵を描く仕事をしてるんやけど、絵を描くのが苦手な子俺やろ。だからおじちゃん絵が得意やから、絵を描くのが苦手だなって子に絵描くのを教えてやろうと思って、この動画作ってみました。みんなも絵描ける？ちょっとさ、紙と色鉛筆とかさ、鉛筆とかさ、ボールペンでもいいからさ、持ってきてみなよ。持ってきてさ、動画見ながらさ、一緒に絵描こう。教えるから、絵の描き方。ね。絵が苦手な子おるもんね。でもね、誰でもね、絵ってうまく描けるよ。練習したら。すぐよ、すぐ。準備した？紙とペン準備した？あった？よし。じゃあ、まず、顔描ける？みんな顔。顔描けるやろ？顔ぐらいは。って言っても、これぐらいでいいのよ。丸描いて、目描いて、目描いて、鼻もちょんでいいじゃん。で、口。ほら、描けた。これ描けた？これ描ける？これぐらいだったら描ける？じゃあもうバッチリじゃない？これぐらいだったら描ける？これぐらいだったらもう、あとはもう上手くなるよ。これぐらい描けるんやったら。もうすぐやね、こんなのは。あとね、これをコツを覚えたらね、もうどんどん上手くなっていく。だから任せて。なんだ、これ描けるんだ。じゃあもう上手くなるわ。じゃあね、まずは、こういう絵描くとさ、なんかさ、さっきみたいな絵描くとさ、どこ見てるかわからんくない？どっち見てる？この人。上見てるかな？下見てるかな？わからんよね。どこ見てるかね。だから、まず、この人がどこ見てるかわかるようにするよ。簡単簡単。すぐよ。もうね、どこ見てるかわかるようにするってことは、目だけ変えればいい。もう鼻とね、口は変えんでいい。このままでいい。ね。顔もね、丸じゃなくていいよ。三角とかでもいいし、こんなんでもいいし、こんなんでもいいよ。顔はね、何でもいい。だってさ、お父さんお母さんとかお友達とか見たらさ、いろんな顔の人おるやろ。丸い顔の人とか、四角っぽい顔の人とか、細長い顔の人とかおるやろ。だからね、もうこれね、顔のね、形はね、どうでもいいよ。好きな形で描いて、そこは。今日は目、今日は目。どこ見てるか分かるようにする目。いくよ。まずじゃあ、はい、顔の形はどうでもいい。描き方教えるわ。目はね、目はね、まずね、大きい丸描いて。大きい丸。黒丸じゃなくて、こういう白丸。おい。もう片っぽもここに描く。ね。で、あとは、鼻と口。これどうでもいいが、とりあえず。描いてよ。この人を、じゃあ、こっち向かせよ。こっち。左向くには、どうやって描いたらいいと思う？左向くとき、目ってどっち向く？わかる？そうよ。左向くときはこっちよ、ほら。こっち向くやろ？こっち向くときは目が、こうやって、こっち向くときこう向くやろ？そうよ。こっち向かせ、ほら！これ見れ！向いた。向いた、こっち向いた。ね？じゃあ、今度はこっち向くとき書くよ。書くよ。さっき言った通り黒丸を書くんじゃなくて、白丸を書くよ。鼻と口はもういいが。今日は目やから。ね？じゃあはい。こっち向くんだよ。右向く。どっち？目どこ？目どこ？こっちやね。こっちやね。ほら見た。見た、こっち見た。こっち見たね。じゃあ次は？上を向かせるよ。上。こっち見てくれ。頭から生えたみたいやけど。こっち向かしてくれ。じゃあまずはい。こうやって向くよ。こうやって丸丸丸丸。こうやって丸描くんやったやろ？はい、鼻と口。上どうやって向く？上向くとき目どうなる？上向いてみんなも。うん。黒いのが上行く。こう。黒を上に描く。
したらほら上向くやろ、上向いたやろ、すげえやろこれ、大発見よこりゃ。次じゃあもうみんな舌かけるやろ、分かったやろもう大体ね。下向くとき、はい、丸は大きい丸を描く。下向くときはどうする、もう分かったね、はい書いて、下を描く、下に丸描く、ほらどうこれ、下向いたやろ完全に、絶対下向いてるよ。左見る人、上見る人、右見る人、下見る人、どうこれ、なんか顔がさ、さっきのさ、どうこの人と比べて、さっきさ一番最初に描いたさこの人と比べてどう、すごいなんかあっち見たりこっち見たり上見たり下見たりしてさ動いてるみたいやろ、絵なのに動いてるみたいやろ、どう こっちの人は、さっきの黒丸だけで目描いた人全然動いてないやろ、なんかどこ見てるのかなこの人、どんな気持ちなのかなってわからんやろね、目をこうやって描くだけでいろんな方向を見せれるよね、それ分かったやろ、だから今度から目を描くときはこうやって描きなよね、そしたら例えば雨描こうや、雨丸に棒の雨よ、棒の雨、ペロペロキャンディー、美味しそうやろね、でここに絵を描くと人の絵を、そんな時にさ美味しそうだな、あの飴食べたいなーって絵描きたいとするやろ、そしたらこうやってさっきの黒丸で描いたらどう、美味しそうだな、あの飴食べたいなーに見える、これ見えへんやろ、全然違うやろ、美味しそうに美味しそう食べたそうに見えんやろ、だからさっきの目よ、さっきの目、昨日目で描いてね、この動画が早い、あんまり早く先に行かんでという人は動画止めない、自分で動画を一回止めて自分で描いて、描いたらまたボタンを押して動画進めてね、待っとくからね。じゃあはい、飴をじーって、飴をじーって見る目、どんな目、はい大きい白丸描いて、白丸描いたね、はい描いた、どっち見ると、どっち見る、雨の方見るやろ、じゃあ雨の方に黒い丸を描くてよ、ほいほい、うわー見てるー、見てるやろ、雨見てるやろ、めっちゃ食べたそうやろね、じゃあさこの口さ、この口さ美味しそうだなーっていう口にしてみな、ね、どう美味しそうだなーっていう口どんな感じやろうか、自分でやってみてよ、美味しそうだなー、口あかん、ちょっと鏡をさ、お家にさ鏡ない、鏡の前行ってさ、ほらこんな鏡あるでしょ、こんな鏡あるやろ、こんな鏡がお家に、こういう鏡、お母さんとかお化粧するときに持ってたりする鏡あるやろ、これをさ持ってきてさ、こうやってさ自分でさこうやって見てね、こうやって見て、おいしそうだなーっていう顔してみるとよ、あ口が開いてる、口が開いてるんだ、じゃあさこのさおいしそうだなーっていう口はさあーんだ、丸あーん、この形で、この形で、この形で描くのよ、この形で、あーこれこれこれ丸やん、丸を描けばいいのよ、お口は、はい丸かご、おいしそうだなーね、なったやろ、おいしそうだなーっていう顔になったやろ、これでいいのよ、わかった、今度から絵を描くときはね、まず一番最初は目をこうやって白丸で描いて、どっちを見せようかなって見せる方向に目を丸々黒く描くと、でその後お口は鏡見て自分で真似すると、例えば美味しそうだなだったり、
やだなーっていう口とかね、やだなーって言ったら、その口でこうお口の形を自分で鏡で見たり手で触ったりして、やだなーって、あ、やだなーの時はなんか横に伸びてるなーとか絶対考えて、この形を絵で描くだけ。わかった？そしたらこのなんか、ほらどう、さっきの口はそのまんまだけど目を黒丸にしてみた。ほらなんかどこ見てるかわからんしさ、ポケポケってしてるやろ、ポケって。全然欲しそうじゃない、これは。こいつは雨嫌いやわ。これ雨嫌いな人の顔してるもんね。違うやろ、こっちどう、こっちやろ、やっぱね、雨欲しいなの顔こっちやろ、やっぱこっちより、こっちやろ。だいぶ違うやろ。これだけで目をこうやって描くとちょっとうまく見えるから、今度から目を描くときはこうやって描いてみないね。わかった？よーし、オッケー。今日は目をねこうやって描いて、ちょっとうまく見えるコツを教えました。こうやってね、目をいろんな方向を見てるように描くと、これからいろんな顔が描けるようになるから、まずはこれをどっち見てるかな、あっち見てるかな、下見てるかな、上見てるかなって考えながらいっぱい練習してみてよ。そしたら次の動画ではもっといろんな顔が描けるように教えるわね。わかった？また練習しよってね。じゃあね、またね、次の動画見てね。はい、バイバイ。絵描けよ、頑張れ。